七五三や成人式などお祝いの時などに記念写真を撮影してもらうフォトスタジオ。スマホで何でもできる時代ですが、より気軽に、きれいに、自然に、そして自分らしくなどの理由でフォトスタジオでプロの機材を借りて自分たちで写真を撮るセルフ写真館が人気を集めています。川越市のセルフ写真館を取材しました。明治初期に建てられた日本家屋をリノベーションし、おととし10月にオープンした川越市のフォトスタジオ小屋川越。去年1月からはセルフ写真館セルフィーブース by 小屋も始めました。こんにちは、はい、今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、それでは早速ご案内させていただきたいと思います。カメラマンの渡辺健也さんがオーナーを務めます。こちらが撮影場所になりますので、はい、どうぞあちらの奥の方にお進みください。これはまた素敵なスタジオですね。 ありがとうございます。実はここの壁がですね、はい、川越の象徴である漆喰を使った壁になっています。で下はですね、アンティーク調に独特の張り方がヘリンボーン張りっていうんですけど、そういう張り方でちょっと昔の雰囲気を出している感じですね。かっこいいですね。 ありがとうございます。シックなスタジオにはプロ仕様のカメラが1台。お客さんはモニターを見ながら自由に撮影を楽しめます。はい、でこちらがシャッターボタンとなっております。こちら真ん中の丸いところを指で押していただくんですが、持っていただいて、はい、押すんですね。そうですね。そしたら、そのままずっと押していただくと、あ、撮れた、はい、写真が撮れるようになってます。すごい、はい、ポカンと口開けてますが、はい、じゃもう一度撮ってみてください。お、撮れた撮れた、すごい、はい、あとは制限時間内で自由に撮っていただけますので、はいはい、撮った写真は編集後にすべてお渡ししてもらってます。セルフ写真館の魅力の一つは気軽に利用できること。小屋川越ではスタジオ撮影は事前予約制で、スタンダードなプランだと3万3000円ですが、セルフ撮影の場合予約不要で、スタンダードプランで15分1人2200円と10分の1以下です。最初はスタジオとしてオープンさせていただいたんですけど、もっと気軽にスタジオを利用していただけることはできないかなということで、当時流行っていたセルフ写真館に目をつけて、あ、これだったらいけるんじゃないかなということでオープンさせていただきました。これまでに1700組以上が利用したセルフ写真館。デートの記念や家族写真、アーティストの宣材写真など利用目的は様々です。この日は連休明けの平日にもかかわらず、お客さんの姿がありました。千葉県から来た10代のカップルです。どうする？何がいい？これがいい？私、お花が好きだから、お花にしよう。じゃあ、こうかいくよ。撮った写真は明るさや質感を整える編集がプロの手で加えられ、10分程度でその場でデータを受け取ることができます。あ、来ました。はい、ありがとうございます。おー、すごい枚数結構撮れてましたよ結構多いですね、106枚やった楽しかったです、うん、もう自分じゃなんか撮れないから楽しいちゃんとしたカメラで 撮れたから、すごい画質も綺麗だし、すごい良かったですインスタグラムとか投稿しようかなって思います。セルフ写真館を利用する人は、これまで来店が少なかった10代から20代の若い世代が中心です。普段スマホやプリントシール機などで写真を撮っている人たちに、フォトスタジオに親しんでもらうきっかけになればと話します。このセルフ写真館をきっかけに、このスタジオのことを知っていただいて、その先にある、例えば七五三ですとかバースデー写真とか、そういった記念の写真のご利用でスタジオを利用いただけたらいいなというふうに考えています。
私も撮影を体験してみましたが、スマホとは一味違う質感の本格的な写真が簡単に撮影できました。そしてこの花束のような小物もたくさんありまして、撮影自体ももちろんなんですが、このアイテムを選ぶ時間からとても楽しかったです。カメラマンのいないプライベートな空間で撮影ができるので、若い世代だけでなく人見知りの子どもがいる家族連れなどにもぴったりかと思います。日本写真館協会によりますと、スタジオ内での記念撮影だけでなく、最近では自宅や公園といったさまざまなロケーションでの撮影やマタニティフォトなど、撮影の目的や撮影場所も多様化しているということです。皆さんもセルフ写真館を利用してみてはいかがでしょうか。詳しくは小屋川越で検索してみてください。